視聴者の方から有力な情報をいただいたんですけども、カタゴがね、アップデートされたっていうね、情報をいただいたので、今回はね、最強の囲、e、碁 AI、カタゴとね、アップデートされたってことは強くなってると思いますんで、カタゴと対局していきたいと思います。持ち時間は20分の筆者方式で1手打つごとに30秒増えるっていう条件で、3四局で打っていきたいなと思いますね。 これ3四曲のね、三子曲で勝つのがどれぐらい難しいかっていう話なんですけども、お願いします。片後に3子で勝つことができれば、囲碁界でね、無双できるかなと思いますね。簡単に。わかりやすく説明すると。うん、これ3三ね。 うーん、三三か。三三ね。三三なら何もしなくていいか別に。何もしないのがいい。次の締まりがそんなに大きくないから。三子でね、勝てればもう囲碁界で無双できるっていうのはなぜかっていうと、 もう三四曲っていうのが、手合い的にはトッププロレベルなんですよね。トッププロでも三四で勝つの大変なんで、そういうレベルなんですよね。うん、あ,あ、つけてきましたね。ええ。 まあこれは三三に入ろうっていう手ですけども、うずみに対して受けてくれんのかないや、まあこれ三三許した方がいいな。三三を許して、で、野常五段の方が九四局で、片後に勝つのが結構難しいみたいなんで、まあそれもね、どうしてかっていうと野常九段の方でも六四局で結構苦戦してて負け、 ってる人もい、ます。結構たくさんいますので、そう考えるとね、高段者でも、休止局で勝つのもね、大変というのはね、相当強いということです。ね。だから今、相当厳しい手合いを打ってると。今、押さえると散々入ってくるんですね。これ、うずみを聞け、あ、聞かす今あんまないのかなで、じゃあ押さえて三々入って繋いで、 うん。うん、どうするかね。まあ、抑えとりあえず押さえますって、三々に、つなぎますと。気合としては跳ね出して、でっきりも決めて、 まあ、行くんだけども、それやりますか。流れ的に、まあ、こう打たないと。これね、まあ、跳ね出して。どうすんのまあ、伸びなんだ。えーっと、これは、 一回休所かこういうところは。うん、一回休所でうん、これ戦いたいですよね。さすがにこの石は取られたくないので。で、曲がるか飛ぶかですね。飛ぶと出てくるのかなそれはよくわかんない。 上に対してはちょっと抑えにくいので、曲がりですかね、曲がって戦いなのかなうーん、ちょっと難しいっちゃ難しいな、これ。うん曲がるのかな。形がやっぱね、嫌な形だからね。 まあこれはさすがに霧が残ってるので助けたいですね。やっぱ霧を強調していかないといけないんで。え、付け伸びですかねこれもやっぱここ封鎖されると何やってるかわかんないので,で、この霧に対してもし繋いでくれればね。 当てて繋いでこれにあの押してきてどんどん押してきた図でこれに対してちゃんとここにね繋いでくれればいいんだけどうんでも4目取られたとしてもこれは伸びないと話、うん、やっぱ取れないね取れないって判断っすね。 うん。これはやっぱり読み勝ちました。さすがに。これ伸びれるかどうかっていうのが最大の勝負どころだったんで、伸びれないと、ひよっちゃうとね、やっぱ真ん中逃げて、なんかここら辺当てられてとかいうことにね、なっちゃってますから。やっぱここ読み勝ちましたね。最初の勝負どころ読み勝ちましたと。え、逃げ出せますね。いい形で逃げ出せましたね。 霧が残ってて弱いし二つありますから、で、黒弱いし一つだけなんで、あ、そんなことない。この右辺が弱いっていう主張されてる。まあ、それはもう今考えてもしょうがないんで、覗けを打ちたいっすね。いや、でも、打たない方がいいかもしれない。いや、でも打ちたいなう、これ打ってますね。打ちますか。 これやっぱりね、あのー、これが野狐九段の感覚。単に逃げるのはちょっと甘いっていう判断なんですよね。やっぱ相手を一回重くしてから逃げたいと。うん。で、これ覗け打ってるかどうかっていうのもやっぱね、ポイントなんで。で、伸び出しなのか飛びなのか、これも難しいんですよね。 うーん、わかんないんだよね。これの、ね、もう飛び出しなのか伸びがいい場合もありますしね。もちろんね。感覚的には飛びなんだけどね。割り込みはちょっと心配だけど。まあそんなに大きな心配ではない。ああ、やっぱこういう手が大きいってことなのか。 うんまあ生きてるけど辛いってことなんかな。のぞき撃つとしで。受けられますね。ああ、で、覗き撃つ前に切れだ。まあ、後からじゃ効かない。で、これ先手で撃つ方がいいと思うんですよね。後からじゃもう効かない。あやっぱ効かないのか。普通になんだ、やっぱ。のぞき撃つ前で、やっぱタイミング間違えたかもな。 うん、先になんだね、やっぱね。そうだね。そうですね。うん、これは捨ててきましたね。うん、これ、羽とか打たない方がいいかもしれない。何に乗り。 うーん、そうか。いやー、ちょっとやっぱタイミング難しいわ、これ。効かねえんだな。膨らみはちょっと落ちにくいしこれだけ強ければ、ちょっとテニスの大変だと思うんで。 そうです。これ多分、ケーマだと全滅なんで、ケーマだと押さえて、隅手にするのはちょっと大変なんで、全滅なんで。えー、さらにね、これだと一応生きるってことですかね。生かした方がいいのか。これ、これどうなんだろうな。ここら辺がわかんないんだよね。 まあ、これは別に活かしてもいいかなと思ってんだけどやっぱね、この、弱いし、ここが重要だと思うんで、どの程度攻められるかっていうのが。今、字を気にする局面じゃないと思うんですよね。え、次、打ちたいけど、ちょっと薄いんだよね。 ま、聞けば、趣味って入れるってことなんですけど、この瞬間取りに行く手ないかってことですよね。うーん、まあ、迷うぐらいだから難しいんだろうな。じゃあ生かすか。迷うぐらいだから、相当難しいんでしょうね。問題として。うん、これで生かしましょう。で、息が残ったことに満足ってことですね。うん。 な、まあ、飛びぐらいっすか。うんでかかりですね。ここら辺のやっぱすぐ行けないのもう,うまいよね。うわ、す、やっぱこれ攻めてくるんだね。これすごい手ですね。これは、絶対取るぞっていう手だな。 うんまあ、飛び下がりぐらいですかね。ちょっとここ冷静に打ってね。うん。付け引きが効くなら打っときたいけど、ちょっと味悪いか。 うん。まあ冷静に。これも聞かされるの想定済みで、ね。まあ、薄いんだけどね、これも。まあ、これはこんなもんかもね。 余計な手を打たず薄い、これと、一見飛びでも薄いか。うん。 あん、つらい。コスミ。いやー、むずいな、これ、受け方が、みの。 いやーむずいなーいやーむずすぎるこれ隅どう受ければいいんですかね うんまとびぐらいかうんちょっと辛いけどいっぱい我慢してね。 これは受けないとしゃないですか。あんまり切る感じでもなさそうだしね。まあ、ここは入りましょうか。えー、手抜けるかいや。 あっといた方がいいな。字の根拠の要点だから、こういうところはね。で、なったこと、白から桂馬が大きいって言ってんのかなうーん、まあ、白から桂馬が大きいって言われちゃ、大きいんだろうな。大丈夫か問題もあるから一応なんか、 ここら辺に、ね。ここ、こういう手は多分効くと思うんだよな。 こう言って多分聞かした方が良さそうだよね。ちょっと薄みを狙って。これ受けて。ああ、ま、これしゃーないよな。あ、これ割り込み狙ってる やってきたらもう、でも戦争だよ。うん、割り込み狙ってるな。やってきたらもう戦争だけどな。うん、まあ。うん。うん、まあ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 。割り込みが急に気になりだしたんだよね。 やっぱすぐには多分やってこないと思うけど。いつやってくるかわかんないから。そんなこと言っても。これは受けないととりあえずいけないので、受けるとして。でもやってきたときに、 何も対策ありませんでした。じゃ、あ話にならない。まあでも、ここ隅はとりあえず受けないといけないから。とりあえず隅は受けないといけなくて。いや、割り込み気になる。 割り込みが気になる。まあ、ちょっとやっぱ気になりますな。うん、まあ、これは受けないとやばい。え、これ死活まで危なくなってんのか。 あれ、飛びが良くなかったのかないや、もう死ぬことはないと思うけど、種石が取られちゃうのかなうん、これで種石が。 危なくなる。これに対して何か受けないといけないこの、これ効いてるって主張だよね。これ種子助けて生きて、おいて、まあ、生きておいて、とりあえず助けておいて、で、これ勝負ですね。まあ、とりあえず、潰れは回避したと。 霧に対してどういう態度を取るかですね。とりあえず切ってみますか。いやあ、あんま霧も、あ一回切ってみな、はいと話が始まらないから切ってみて、 これは、どういう態度かなサミトリはちっちゃいって言ってるの左辺がこれでまとめればない大きいって判断か。これは取りたいっすね。取りたいというか、一回切りたいっすね。大きいと思うんだけど、 この人とくのが。これ大きいと思う。あの感覚的にね。うん、これ先定で効くから大きいですよね。一応ここを模擬取って剪定になっで、左下の確定時に回って勝負できるかどうかだね。これで一応取れてるんで、部分的には取れてるはずなんで。 これでどうかですね。うん、これで勝負だね。で、ここ効かされるんだよね。下がりが効いちゃうから。うん、まあちょっと嫌だけど、しゃあないと。うん、下がりが効いちゃうからね。あ,あで、やっと取りに回ってくれると。これ勝負ですね。平成判断してみますか。 一応、ここまで潰れないでこれただけでも、相当頑張ったと思うけどね。今まで、あの、序盤で潰れちゃってたから、勝負にならなかった。まあ、60目ぐらい、黒の確定時間まあ、ここら辺で十目40目ぐらいかな。 ま、あ多分、いい勝負か、ですかね。飛びまでいけるんかな飛び、なんか、尖められそう。割り込みとか、怖いし。尖められそう。この瞬間割り込んもう、わかんないしな。 うーん、飛びまで行けないかもなどこまで行けるコスミつけて止まっちゃうぐらいかもね。そうなるとやっぱ白の方が字が多そうだよね。これは一応先手なのか。 これ打って飛び込みとか面白そうだけどね。単に飛び込みで、割り込んできたときに、外側から当てて、取れるかな逃げられちゃうので、やっぱこれ決めて、ああ、これ決めて飛びですね。 あ,あそこがあるのか。ちょっと待ってね。3ってですよね。振り借りでいい勝負できないかな。うん、取られちゃうの大きいのか。 あでも、ここは振り返りで行くしかない気がするけどな。あー、でかいか、でも。振り返りで行くしかないと思うけどな、でも。うん、まあ、しょうがない。これは。 振り替わりで行くしかない。こうやって。うん。これ二目はくれるのかな多分くれるっぽいけど。近田から見るにくれるっぽいが。 ま、くれるかどうか様子見る意味あるのそもそも。これでやめるのかな多分。やめるんだろうな。 どこが大きいのかな書いてとくる。ケーマは多分効くのか。付け越しでも一応。うん、は効くんだね。あ、そうやって受けるんかい。すごい字が得そうな受け方された。一応ここ擦んで地味に出てくか。次、付け越しで止まっちゃうので。 うん、ここまでは出れると。 まあ一応寄せだけど。結構寄せ重要っぽいな。まあ、あって無駄ない気がするんだよな、感覚的に。当て込みも無,無駄がないっていう感覚なんですよ。でこれ決めて。あれ 思ってたんとちゃう。抑えてくると思ってなかった。あれああ、これ決めたから態度が変わるのか。取れないのか。んえ、これどうなった 一応攻め合い負けちゃうのか。これに対して、で次ってことか。まあまあまあ。ま,まあいいや。 もう割り込んできた。あ、そうか、これ効かないのか。いやー、割り込んできたか。すげえ嫌なタイミングで。黒から打つと、こういうところ全部先手なところで逆にね、これ効くと錯覚したのが良くなかったな。これも真似しとらえてるから効かないんだ。 なるほどなこれはでけこれ、先手寄せはでかいな先手寄せというかもう、命がけの。まあ、命がけっていうかもうこれダメ詰マリで取れてんのかな切ってね。あ、お、おい落としか。そもそも。 いやー厳しいっすねこれは。豊漁ですかね。 の勝ちありがとうございました。うん、すっきり、寄せでやられたね。うーん。まあ、一応、ここまで2目勝負ってことは、一応寄せ入るまではいい勝負できてたのかな。じゃ少し検討していきたいと思います。やっぱり相当強いですね。だいたい30目ぐらいのリードあるんですけど。ま、あ序盤、 右下ですけどね。ここ冷静に打つ手もあったのかもしれないですね。一番、まあ、冷静なのグズ見て、まあ、これでカけ継ぎに抑える体勢で。うん。まあ、一応隅地なので。まあ、こんな手もあったのかもしれないですね。ちょっとやっぱ気合いでいっちゃいましたね。三四局でも気合で行きたくなりますよね。 まあちょっと自分から仕掛けちゃった意味あるんですよね。これがちょっと打ちすぎだったようですね。これ互い線の感覚だったら行かないといけないんですけども、互い線の感覚だったらね。三四局なので一回ね、この後の結果を見る限りは、やっぱ一回冷静に右辺守っとくと。右辺は強いと思ってたらそこまで強くなかったんで、一回自分の弱い石補強しといて、 まあこれで守るんだったら1てかけさせたっていう理屈になりますので、また大きいとこ、それを打ってますからね。うん、これで、1回、これ字としても根拠としても大きいので、1回自分の弱い石を補強する、相手の出方を見るっていうのはあったかもしれないですね。だこういうところがね、冷静に打てるようになれば、わかりやすく勝てるのかなと思いますね。 行っちゃったんですよね。別に前やれるっちゃやれるんですけど、難しくはなりましたね。やれるとは思うんだけど。で、ここは取りに行くのは無理ですかね。さすがに。さすがに肩碁でも、これに対してちょっと受けれないんですよね。まあ、繋いでもここに打って、この手が結局金石なので、 これ繋ぐと、もうこの時点で黒先手関なんで、切られて白潰れですね。この時点でもうここは先手関なので、切られて白つぶれですね。取りに行けないので、これに対してこう打てば取れますけど、まあ、取れてもなっていう。そんな得してない。ここ、やっぱここ取られ方がひどいから。得はしてなさそうですよね。 うん、まあだから。えー、と。これに、まあ受けないといけないんですけど、当てられて、まあ継ぐと潰れなんで、手にするならここに打つしかないんですけど、一応これ黒取り番のコですからね。これあんまりってことですかね。あんまり良くないですよね。普通は。まあ一応ここは、なんとか。 読み通りの展開。だけど、こうなった時に右辺がちょっと弱いっていうので、あんまり得できなかったですねで。これがちょっと手順間違えましたね。先に切りでしたね。これが効くんですよね。このタイミングであればで。この次も効くんですね。これ種石なので、これ絶対効くんですよ。この二つの手が。まあ、なので、 結局、リに取りぐらいになってからこうでしたね。手順としてはね。これ、リが入ってるか入ってないのかが全然違ってきますので、決めるべきでした。いや、これ後からだと効かないんですよね。まあ、ただまだ20目リードなんで、この時点で20目リードはかなりやっぱう,うまくは打ったかなと思いますね。 で、ケーマは抑えられて全滅なので付けてきました。これ冷静に打つのもありましたか。これで一応確定時なんで、まあ、羽に切り取りぐらいで。まあ、白もこんなもんなんで、一応これで味のいい隅の確定時なんで、結構味いいですよね。うん。左辺まとめるの大変なんで、まあ、こうやって冷静に確定時取るのもありましたね。こっちの方がわかりやすいのかな で、ここで味のいい手選んで字を損しちゃいましたね。ここを取りに行くべきでしたね。取れました。あの、ここに打てば取れました。部分的に生きてないので。うん、まあ、一応、これに、こういう体勢なので。大丈夫なので、大丈夫です。から、 まあ一応、こういう手に対して、一応ここ2000飛び込みで連絡できる体制なので、めちゃくちゃ味悪いんですけど、生きてますんで、まあ相当味悪いけど部分、めちゃくちゃ部分的に味悪いけど、白全滅なんで、部分的には生きてませんので、掘りに行くべきでしたね。一応これ、渡ってるんですよね、全部ね。これもね。ええ、まあ。 取りも、一応これ掛け目ですから、ここはね、見合いで。これ隅二眼できないので、一応これは、あの、全滅なんですね。これで取れてます。ここら辺の利き筋があるかもしれないというのを嫌って取りに行かなかったんだけど、まあ取りに行くべきでしたね。うん。まあ、ちょっと手が残っちゃったのがちょっと損。利き、利きはなくなったけど。ただまだここ15目ぐらいのリード。 注目ちょっとのリードをまだ保ってましたね。まだリードしてました。この多分桂もあんまり良くなくて、これもあんまり良くなくて、ちょっとここら辺ね、少しずつ損しちゃって、で隅の生き方もすごい、今生きたんだけど、小さな生き方になっちゃって、割り込み気にしたね。こういうふうに守って。 これで逆転みたいですね。この隅が小さく、一応無条件に生きてるんだけど小さな駅になっちゃって、やっぱこの開きが決勝点でここで逆転みたいだね。こうどっちが回るかっていうのが最後の大場だったので、えー、ここを垂れて逆転ということで、まあ、これは肩がめちゃくちゃ強くなってるなと思いましたね。ただ、一応潰れずには打ってたので、まあ、ちょっとずつね。 まあ一応寄せで、寄せはもう形勢悪いからしょうがな、しょうがなくて勝負ってっていうことなんですけど。一応まあ寄せ入るまではね、潰れずには打てたので、まあそこそこ、うん、まあそこそこ勝負、序盤で潰れるってことはなくなったかなと思いますね。序盤もここ行って間違えてたら全然潰れてても、割っててもおかしくなかったで、ね。こういうコマ、お互いの強いところはこういう、 ここら辺のね、霧のタイミングとか、細かいところでね、ポイント取ってくるのが上手いかなと。あの、隅の手の付け方とかね。人間が一番悩むタイミングで、細かいところでポイント取ってくるのがね、上手いのかなと思いましたね。というわけで今回ここら辺で終わりにしたいと思います。よかったら高評価とチャンネル登録もよろしくお願いします。ありがとうございました。